皆さんこんにちは、ほのかです。さきやで、今日は2022年の春アニメ、社畜さんは幼女幽霊に癒されたいの中間レビューをしていこうと思うよ。キャラの可愛さに癒されるタイプのアニメ、可愛い幼女がたくさん出てくる作品だから、人によってはかなりハマる作風のアニメだと思うよ。ただ実際に視聴してみたところ、可愛いのは事実なんだけど、可愛さの表現についてどうしても意見したい部分があって、今回はその辺をテーマにしつつレビューしていこうと思うよ。本作、社畜さんは幼女幽霊に癒されたいなんだけど、原作は有田依麻里さんが少年ガンガンで連載している漫画作品なんだ。ブラック企業に勤める主人公の社畜さんと、そんな社畜さんの体を心配して家に帰らせようとする幼女幽霊たちとのやりとりを描いた作品で、ジャンル的には日常コメディみたいな感じだね。最近のアニメやとメイドラゴンとか千子さんを思い出す作風やな。確かに近い作風だね。主人公の社畜さんは残業でいつも疲れ果ててるんだけど、可愛い幼女幽霊とのやりとりで心身ともに癒されて元気になり、また仕事を頑張る、そんな感じで幽霊たちとの日常が描かれるんだ。ええやん、可愛さの表現にどんな問題があったん？はっきり言ってしまうと、見た目は可愛いキャラなんだけど、可愛いとは思わなかったんだ。視聴していて感じたことは、あざとい、わざとらしいという感情で、可愛いという感情とはかけ離れたものだったよ。で、なんでこんなに見た目も声も可愛いキャラを可愛く感じないんだろうって、いろいろと考えたんだ。すると、おぼろげながらも理由が分かってきたよ。まず、キャラクターが自分の意思による自然な反応をしていないんだ。視聴者に可愛いと思ってもらいたい、可愛く見てほしいという作り手の強い意志を感じて、それをキャラが表現しているように見えてしまうんだ。言ってみれば、可愛いの押し付け、自己主張の強い作られた可愛らしさの表現であり、さりげない可愛らしさを表現できてないんだ。こんな反応や表情、動きをしたら可愛いでしょ、ほら見てよって無理やり可愛いことをさせられているキャラクターになってしまってて、そこにキャラの意志は感じられなくて、作り手の可愛いと思ってもらいたい意志しか感じないんだ。視聴者はキャラの性格による自然な反応や表情、仕草を見て可愛いキャラだなーって感じることが多いと思うんだ。このアニメではそれが全然できてないと思ったんだ。キャラの見た目や声、演技、足音、動きなど、それぞれの要素を個別に見るとものすごく可愛いとは思うんだよ。でもそれらの要素によって幼女幽霊さんが可愛いキャラとして成り立ってるわけじゃないんだ。言ってみれば、一人のキャラが可愛いことをしている、させられているだけなんだ。可愛さのガチ勢で草。あと、物語がかなりシンプルだから、可愛い表現のバリエーションに乏しくなっているようにも感じたね。ひたすら社畜さんと家に帰そうとする幼女幽霊との同じようなやりとりだけで話が展開されるから、キャラの反応も毎回同じ流れになってしまうんだ。しかも、それを30分アニメでやるもんだから、視聴していて、どうしても長く感じてしまうんだ。もし5分から15分のショートアニメだったら、また全然違った印象になってたと思うよ。でも、この幼女幽霊ちゃんが可愛いって感じてる人もたくさんおるんよな。それはもちろん、可愛さを感じるポイントは人それぞれだし、そこまで深く考えて見てないよって人もいると思うんだ。こういったあざとい可愛さの表現が刺さる人がいるからこそ、原作が売れていてアニメ化までしているわけだしね。むしろ、このあざと可愛さがええねんって意見も多そうやな。あざとい仕草や演出自体が悪いわけじゃないんだ。でも、それを視聴者に可愛いと思わせたり、あざとくて草、みたいなギャグとして笑える要素にするためには、キャラの下地作りが必要だと思うんだ。それをすっ飛ばして、いきなりあざとい可愛さだけを前面に出した表現だったから、あまり可愛いとは思えなかったんだろうね。原作は雰囲気違うのかもしれへんし、ちょっと他の人の意見も聞いてみたいな。もしこのアニメを視聴中の方がいましたら、ぜひ率直な感想を聞かせてください。じゃあ今回はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。